今日は何狙いですか？アジンです。アジン、はい、こんにちは、カッパです。有形とともに夜釣りを楽しむ人がぼちぼち増えてきてます。今日は令和2年10月31日17時落としたらもう30分頃です。今日は戸畑港にお邪魔していますの戸畑私バッグです。何をしているかというと、ジンバルを買って港でセットするのに落ちやしないかとビビっている最中です。意外と肝玉小さいんですよ、カッパは。日が沈んで辺りは闇に包まれていきつつあります。周囲には夜釣りを楽しむ人が集まり始めました。今日は何が釣れるのでしょうか？いつも見ている風景ですが、やはりここから見る夕景は綺麗です。今日は何狙いですか？アジンです。アジン、はい、連日釣れてますか？今の人、2、3日前に常夜灯がついて1時間ぐらいして入れ食いやったって言って、うん、ああ、入れ食い、お腹が空く時間かな、やっぱり。YouTube ですか？そうです。この前始めた、本格的に始めたばっかりやから。そうなんですね。ちなみに何ていうのか、カッパ工房。カッパ工房、うん、もうここら辺の地元のやつばっかり撮ってます。この前は響きな、うん、の風車のところでキスとか釣れてましたね。あ、今日、うん、あっち行ってきて、ええ、うん、いや、あ、アジ湧いてましたね。よく湧いてた、湧いてたよ。あ、もうあれが低く飛ぶっていうことはおるね。で、北港は面白いのは朝6時ぐらいにナブラ。ああ、本当ですか。うん、パチャ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 って青も入ってるんですね。うん、まあ釣りとか行ったらね、釣りじゃない、あの自分のおじが漁師やっとるんやけど、はい、船の横から沖に行くまでにナブラがすごい時ありました。ほんだから種目ザメまで上がってきやがって多いですからね。遊漁船やりよったんで、うんうん、その時にだいぶ見たことあるんですね。まあ結構ね、あれですよね。Thank you.
です。YouTube にね、ほぼ毎日上げとるので。あまりお邪魔してもなんですので引き上げることにしました。
赤い橋と恩賀川河口関南側の芦屋橋の夜明けを見ながらお別れします。それではまたお会いしましょう。次回は芦屋から岡垣町三里海岸にかけての風景です。ご視聴ありがとうございました。いいね、悪いね、できればこれからも頑張っていきますので登録をお願いします。